フリーハグやってまーす。お願いしまーす。フリーハグやってまーす。立てぞ。フリーハグやってまーす。女性限定でーす。野郎はお呼びじゃないでーす。立てぞ。フリーハグでーす。神社の真ん前でやることじゃねえよ。罰当たりにも程があるだろ。はじめにハグした人には、特典として、イケメンの俺様と素敵な夜を過ごせますよー。誰も嬉しくねえよ、そんなクソ特典。バストサイズは事前申請となっておりまーす。キモいキモいキモい。F カップ以上の方限定でーす。1メートル超えならなおグッド。ギヒョ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 ボインボイン。きっしょいなー。あ、いくらサイズが大きくても、ブサイクな方はお引き取りください。平たく言えば、ブスはお呼びじゃないんだよ。帰れ。ブスは死ね。ブスは死ね。ブスは死ねー。あいつすべての女性の敵だろ。誰も来ないなぁ。当たり前だろ。気持ち悪がってハグしてくれる人もしてくれないもん。なんで誰も来ないんだよ。俺とハグしたくないんですか？当たり前だろ。俺の優秀な遺伝子をものにできるチャンスですよ。奇跡をものにできますよ。事故だよ。完全にハグで終わらせるつもりないだろ、あいつ。誰も近づかねえよ、あれじゃ。不純な欲望透けて見えてるんよ。俺のサイズは25センチでーす。見栄を張るな。一瞬でバレる嘘つくんじゃねえよ。ネットの広告で見たチンチンがでかくなる薬飲んだから、すぐにそのサイズになると思いまーす。エロサイトとかでたまに見るやつ、あれ信じてるやついたのかよ。しかも知り合いに。あんた何やってんのよ。あーもう神社の人に見つかっちゃったよ。フリーハグだよ。見りゃわかんだろ。何がフリーハグよ。あんたのせいで客が全員離れていってるのよ。営業妨害だから今すぐやめなさい。フリーハグでーす。だからそれやめなさいって。